皆さんこんにちは、おはようございます。今日は午前中レピピの撮影なので、今日は一人、午前中は一人で撮影頑張りたいと思います。それでは行ってきます。久々にレピピで跳ねてる爆弾発言メアリーの雨女、今日は弱っち念のため、大事な赤を絶対飛ばない。オッケー、できたー、レアリティ。朝びっくりしました、暗すぎて今はすごい明るいです。朝の原宿はまだ誰もあまり人がいません今回のレピピのテーマはセールでお安く買えるよっていうテーマですにもカイロがついてます。腕の撮影はいろんな至る所にカイロがついてます足の裏がすごいあったかいだけど今日も一日頑張ります。緑かわいい。緑あんまり自分では着ないから新鮮です。シルバーアクセもメアリー普段着けないので新鮮コーデです。この冬おすすめのレピピのアイテムとかってありますか？なんだろう、この間そのレピピのプレスルームに行った時にドットのショートパンツみたいなのがあって、撮影の時にそれにニット合わせにあのボアのアウター着たんですけどレピピのインスタに載ってる気がするので、そのコーデがおすすめですよりも今日実際履いてきました。ドットのやつにロングブーツ合わせがおすすめです。ロングブーツのレピピですか？そうです、めっちゃ履きやすいんです。あれ最近ってロングブーツ流行ってる？なんかみんな履いてますね、うん、1個持ってれば今年っぽいですよね、間違いないし クレープ食べるとしたら何クレープ？前まで生クリーム苦手だったから絶対チョコバーナナカスタードだったんですよ。あ、これ美味しそう。バナナチョコショコラケーキ生クリーム2倍だってでベリーおかずきの、あのクレープも食べてみたいです。これが最大に俺が世代だ、ちょっとあー、かわいい。原宿にメアリー誕生かわいい、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 あー、ちょっとかわいい、そうそう、めちゃめちゃかわいい。腹筋と足が鍛えられました。
ロデュースコスメの反響とかってありましたか？なんかみんなインスタとかで投稿してくれたり、あとニコモもいっぱい投稿してくれてすごい嬉しいです。実際メールも普段あの休日にメイクするときとかに使ったりしてるので、まだの方はぜひブルーは誰でもどんな子でも使えるブラウンなので、どんな子にも使ってほしいし、ピンクも誰でも使いやすいんですけど、例えば好きな子と遊びに行くときとか、ちょっと女の子らしさをまとわりたいときにおすすめです。女の子になれます。よりどっちも可愛くなれるアイシャドウとリップなので。あれ一つおいくらでしたっけ？1700円。クリスマスプレゼントとかでも、うん、おすすめ。ちょっと甘い気がする今制作中かもしれない。確かに大人っぽいですね。大人っぽです。ちょっとガーリーめな。あともっとだけレピピカラーのです赤か青で、こんな明るメルもこの真ん中のフレグランスミスト使いすぎてこんぐらいまで減っちゃいました愛用です今レピピの全部のカットが終わりました。今回は全部ロケだったので外だったんですけど、今日も楽しかったです。セールとか新しい新作のお洋服とかも、あともちろんメアリコラボのコスメもまだゲットできるので、ぜひチェックしてみてください。それではまたねー。